どうも、ホヤット澤です。入江健です。今回は鹿屋市の人気店鹿児島ラーメン三男坊さんをご紹介します。約3年ぶり3回目の再訪問で激うまな一杯をいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は薩摩のうまい味麺どころ薩摩商店、醤油ラーメンと塩ラーメンの本店、塩ラーメン専門の別館のザ・ワールドグループの提供でお送りします。入江健ラーメンクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗さんのご協力によりお送りいたします。はい、いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。現在広告主を募集中です。気になる方はお問い合わせ入江健の各 SNS の DM でお願いします。はい、どうも、おやとさです。入江です。いつもありがとうございます。私は総群須吉町あたりにいます。県道じゃなくて国道269号線走ってます。鹿屋方面に向かっておりますが、今から、お邪魔しようと思っているお店は鹿屋市の人気店三男坊さんに向かっております。撮影許可の方はねまだいただいてないんですけども、過去2回撮影させていただいたお店ですね。今回は3回目です。前回は2020年だったかなに撮影させてもらってて、その時にねあの辛みの効いた、豚骨ラーメンでしたけども、今回はね本当に一番最初に撮影させてもらった普通の豚骨ラーメンにちょっとちょいちょいトッピングしながら食べてみたいなと思っております。三男坊さんね、あの鹿児島ラーメン王にも何回も出場されている超人気店ですけども、今回のねこの第6回の鹿児島ラーメン王はねなんか出てないみたいな部分もちょっと気になるところですが、そういった部分も含めつつ、お久しぶりという感じで、行こうと思います。さあ、どんなラーメンであるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。神社は稲荷神社。はい、ですね、500m、この坂を下っていったら、右側にですねあるはずです。今目の前に見えるのが大隅鹿屋病院ですね。でこのカーブを回ってあのガソリンスタンドの手前の右手側ですね、で左側があの泉田さんですね、魚屋さんの泉田さんになります。お客さんが少なければちょっと挨拶程度に顔を出せれるかなという感じではありますが、今日もお客さん多いですね。さすがです。どうしようかな、どうでしょうか。ですね、ちょっとこの状態でお店の方がですねスタッフさんが気づいていただいて、今あの聞いてきますって言ってくださったので、ちょっとこのまま待っときます。 OK、 またあと1時間ぐらいに来ますんでよろしくお願いします。撮影 OK でした。串良鹿屋道路笠原インターから車で10分くらいのとこにあります鹿屋市新川町鹿児島ラーメン三男坊さんにお邪魔します。よし、行こう。お、すいません。お、すいません。じゃあ、いらっしゃいます。お座りしてます。よろしくお願いします。一人で。はい、こちらが三男坊さんの発見機になります。
チャーシュー麺、そしてトッピングで煮卵を店主さんのお心遣いでいただきます。ありがとうございます。こちらが三男坊さんのお漬物になります。美味しいお漬物をいただきながらラーメンが来るのを待っていると、はい、着丼です。いただきますということで、まずはスープから。わ、このスープやっぱうめえ。濃厚な動物系のうまみと深みのあるコク。スープのベースは県内産2種類の豚骨と県内産の新鮮な鶏ガラ、それらを丁寧にしっかり処理したものを香味野菜と煮込んだスープ。返しは鹿屋さんの2種類の醤油をブレンドし、乾燥椎茸、鰹節、モンゴル産の塩を配合。さまざまな食材がバランスよく配合され、それらのうまみが一体となるうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は自家製の全粒粉入り細麺ストレート。この麺うまい。程よいコシにしっかりとしたもっちり食感。北海道産の春よこい、春豊かを使用し、福岡県産の全粒粉を配合。噛めば全粒粉の旨味が弾けるとともに、全粒粉が持つ香ばしさが口全体に広がります。ずるずるいけちゃいます。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープをしていき、この三男坊さんの豚骨スープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー、いやいやこのチャーシュー絶品。肉質と脂身のバランスがいいチャーシューは柔らか食感で、噛めば肉がほどけるような食感。タレの醤油加減がしっかり肉の旨味を引き出します。もう一口チャーシューパクパクと食らった後は、そんなうまいチャーシューと麺ともやしを箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、これがまた最高。チャーシューの旨味と崩れ感、そしてもやしのシャキシャキ感、麺のもっちり感、酸味一体となって口に広がります。ってなわけで、中盤から終盤にかかってもこの三男坊さんのチャーシュー麺のうまい一杯に没入し、じゃんじゃんずるずるバリバリと吸っていきます。終盤にかかってもこのチャーシューと麺ともやしの組み合わせはめちゃくちゃうまくて、最後まで飽きさせてくれません。さあ今度は海苔とチャーシューと麺を一緒に食らっていき、これも海苔の磯感、チャーシューのうまみ、そしてもやしのシャキシャキ感、麺のもっちり感と、そして麺の香ばしさ、これが口全体に広がり、最後の一口の麺をすすれば、最後はしっかりスープに浸したこちらの味玉を一口でパクリといただけば、この味玉めちゃうま。半熟具合がちょうどよく、濃厚な黄身の旨味とスープとの相性が最高。さあ勢いそのままにスープを飲み干していきましょう。そんな鹿児島ラーメン三男坊さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回も会員完食です。鹿屋に来ないと食べれない入江お気に入りの一杯。いつ来てもお客さんが多く、そこには変わらない美味しさがありました。わっぜまかったです。ごちそうさまでした。よし、ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、これ、よっ。いい子だ。よいしょ。ありがとうございます。いや、美味しかった。猫ちゃんが座っておりますが。はい。ということで、ね、鹿屋市の
三男坊さんに2年ぶりかな、久しぶりにお邪魔しましたね。いやね、なんか僕の記憶違いかもしれないんですけども、ちょっとスープがね美味しくなってますよね。以前食べた印象よりかはちょっとスープが上がってきてるような気がしました。そして麺もめちゃくちゃうまくて、全粒粉の香りがね結構前よりこうパッとこう強くしてるんかなっていうような印象でした。やっぱうまいですね。あっさり系のスープに醤油の返しのコクの深みというのがあって、で麺もその全粒粉の香りと、しっかりと、コシのある、そして噛めばね反発力のあるもちっとした麺でしたね。チャーシューも肉質麺はしっかりとした食感で、脂身部分はとろっとしたようなね食感でした。はい、そしてね本当に全体的にバランスの取れたうまい一杯でした。神田市にぜひ来られた際はこちら、三男坊さんね食べに来ていただければなと思います。はい、それではまたね。